こんにちは、電車で GO でございます。今日もね、やっていこうかなと。まあアーケードモードで引き続きよろしくお願いいたします。4はまあでもランク、アーケードモードでランク S をね、やっぱり取りたいということです。前回は多分 B だったのかな。なんで最後のあのランクで S 取れるようにしたいなと思ってます。そんなにあのひどいオーバーランとか多分もうしないと思うので。あと僕せっかちなんですよね。全然関係ないんですけどあのだから運転も結構詰めたがりなんですけど、ほどほどに詰めて時間余裕持って止めるのに時間使えるように頑張りたいと思います。さあ、アーケードモードでございます。前回は総武線というか中央線でしたよね。山手線にしますか今回はね。山手線、はい、ポチ、はい、3区間。ああ結構バリエーションもいろいろある。ああどれがいいかな。原宿から目黒か、目黒から品川かってことか。雨とかちょっともういいかな、嫌だなって感じなんですけど結構悩んじゃうんですよねこれね。休日、あまあもうすぐ帰宅ラッシュ、これがいいかな。これにしましょう。はい、ポチ。初級でとりあえずね、初級でまず S を取るっていうところ重要だと思うんで、初級にしたいと思います。はい、出発進行。はい、原宿から渋谷、恵比寿、目黒と、はい、ここの区間ちょうどね、この前のあのあ E231 かこれ、工事運休の時に山手線内回りこの区間ちょうどね止まってたところなんで、まあ、渋谷のホームとかも全然今と違うんですけど、まあそういうところもまあ懐かしいなと感じながら、まあ見ていただけたらなと思います。はい、ビシッとね、閉じ目、はい、閉じ目よ、出発進行。はい、制限60。はい、渋谷はもうこのゲーム前も紹介したと思うんですけど、埼京線のホームがもうすでにあの今と違う、あの恵比寿寄りのね、あの遠かった時代のままなので全然違うんですけど。お、成田エクスプレス、成田エクスプレスね、運休続いてますけどどうなんですかね。京成のスカイライナーは本数戻すって言ってましたけど、成田エクスプレスはどうなんでしょうね。戻すのかどうなのか分かりませんけれども、はい、誰かいる、保線作業員いる、これ、あ、いたね。あ、ちゃんと警笛鳴らしたね、よかった。やっぱあの重要ですから、ちゃんと保線作業員に警笛を鳴らすっていうのはね、もう安全に。60か、お、なんか来たぞ。いいね、231がたくさん走ってる。さあ一息目、まずねここでビシッと止めるということです。ブレーキまあまあ 4、 あでも、あ制限オーバーしてる、あ60制限か、あまあいいや。これでも231だからね、 5かけて、あでも40キロか。ここのホームがねちょっと広くなってましたよね。さあ止められるか、17秒か、ちょっとギリギリか、まあ、まあまあまあいいでしょう。意外と時間があれだな。あ、いいんじゃない。あーちょっと行き過ぎたか、まあ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 じゃないですか。どうなんだろう。いや速度ね、さっき制限速度1回オーバーしたじゃないですか。それがちょっと痛いよね、ちょっとどうなのって思うんですけど。あま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 あAA かまあ悪くはない、一息目にしてもまあ悪くはないかなという感じ。4秒の 68.4 と、まあまあまあいいじゃないですか。じゃあ次は恵比寿ね。とりあえずちょっと制限速度ねちゃんと見てね、こんな話してばっかじゃなくてね、そういうのちゃんと確認しながら行きたいと思います。じゃあ次行きましょう。次恵比寿、はい、閉じます。警笛とかをねちゃんと星3つ取りたい、取れるとこ取っていきたいですよね。次は75。お、懐かしいホームだ。ここら辺今もう通路になってますよね。75。お、235。もうちょっと加速するか。40秒、意外と時間ないね。時間ギリギリじゃない、大丈夫。制限65。はいはいはい、恵比寿ね。あー今作業員いたね。60で5で止まれるかこれ。あーまあまあまあ
おおおお。あー結構あれだね。あーちょっとオーバーしたか。なんか微妙だな。231ね、235の感覚でやるとあんまり合わないんですよね。まあそりゃそうなんですけど、ちょっと熟練技能の獲得数が少ないですね全然取れてない。時間はいい。まあまあまあ2m か。恵比寿ホームドアついてるからね、 2m もずれたら大変なことですけど、まあまあ、でもこれ S 厳しいんじゃない。だって A は取れるかもわからんけど、ちょっと S 厳しいんじゃないかな。次目黒で終わりなので、最後ね、まあ、最後で S 取れたら総合評価も S ありえなくもないのかなとか思ったりしてますけど、どうなんだろうね。はい、閉じ目よし、登って勾配降りてで目黒なので、そこのブレーキが結構難しいかなっていう感じなんですけど、しかも下り坂だからこれ多分自然に加速してっちゃうから、制限速度もちょっとちゃんと見ておかないとなんじゃないかな。60。さあ最後目黒です。はい、ビシッと。やっぱ加速してるわね。まあ4でこれぐらいで5どうだろうな。これなんか残りのメーター数とでブレーキをいくつかけたらみたいな目安をなんかコメントで教えていただいてた気がしたんですけど、ちょっと忘れちゃいましたねちゃんと覚えてないそれ覚えないとダメです。あ、ちょっと延着してるじゃない、ちょっとまずいんじゃない。まあまあちょっととりあえず静止位置をビシッと決めたい。もう普通に延着ですね。まあまあいいわ、ちまちまいきますよ。はいはい、まあ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 20秒はちょっと痛いよ。あ、熟練技能がさっきよりはマシですね。あーでもやっぱね、 1A 取れても時間がひどいっすね。これはどうなんだろうか。では気になる最終評価見ていきましょう。これでも B なの、マジか。総合スコアこんな感じで評価 B と。はい、ありがとうございました。はい、終わりました。渋谷、恵比寿、目黒と、まあ時間は4:19か。ただ2m っていうのはね、ちょっとどうなのとは思うんですけど、でもこれでも B だからね。やっぱりあれか、時間と停止位置以外のところでも気使っておかないと。 Aっていうか今回の目標一応 S だったんですけどねS どころか A にもいかなかったんですけど、とりあえずこんな感じでした。皆さんもやってみてください。ありがとうございました。